これが横滑り防止ボタン。これいつ押すかっていうと、砂浜とかで脱出がしにくくなった時とかに使うみたいです。あ、なるほど。であとは多分サーキットとかでドリフト走行する時とか、まあ僕はしないんですけどスノーボタンですね。雪道走る時には押しとったらいいです。